よし大丈夫だ、心配しないで、そこ待ってろ。やだやだやだ、ちょっとしてろ。おい話しておくれよ。おい、いて、いて、いて、やがる。あなたは天下の街道筋で乱暴老石許さん、早よ立ち去れ。何言ってかんで三品目。おい立ち去れ。おい、はい、下がっておれ。早く。赤塚の旦那、心配するな、峰打ちを食わしただけだ。また難儀のおこらのうちに早う行け。はい、旦那にこんなところで助けていただくなんて。太夫に会うのは5年ぶりかな。これも何かの縁だろう。いや、わしは先を急ぐ。達者で暮らせ。あの、旦那。あの侍さんの声は確かどっかで。赤塚多十郎様と言ってね、私がまだ浅草の奥山の小屋に出ていた頃、ごひいきにしてくださった方なんですよ。だいぶ腕の立つ方らしいございますね。確かあの頃はれっきとしたお侍さんだったけど、ご浪人なすったのかしら。あら、この子まだ震えてるわ。よっぽど怖かったわね。良太、おめえは臆病だぞ。おじちゃんは目くらで何も見えないからだよ。こいつは一歩行かれちまった。本当はな、おじちゃんも怖かったんだ。目が開いてたらおめえを置いて逃げちまったかもしれねえぞ。まあ。